安倍智子さん、失礼しました。立憲民主党の安倍智子です。久しぶりに山井委員と田村厚生労働大臣の白熱論議お聞きいたしまして、私はもう少し時間軸の長いご質問課題を今日は質問をさせていただきます。お時間をいただきました各委員の皆様には感謝をいたします。私が今日取り上げたいのは、いわゆるこのコロナの中でもご自宅でお亡くなりになったり、不審死という形で発見をされる方、あと立ちません。で、いわゆるこの感染症の死因究明ということをもっと公衆衛生的観点からきちんと制度の中に組み込んで、何が起こったか、そして記録に残していける体制を、構築すべきと思う観点でお尋ねをいたします。まず死因究明ということに関しましては、内閣府が2012年から時限立法で死因究明等の推進に関する法律、そしてその後、いわゆる警察等が取り扱う主体の死因、または身元の調査等に関する法律、調査法と呼ばれておりますものを作り、これが2014年、死因究明等推進計画の閣議決定へとつながっております。さらに今般、内閣府から厚生労働省にこの死因究明等推進基本法の成立に伴って、業務が移管をされるということになり、現在死因究明等推進、計画を策定し、近く閣議決定されるものと伺っております。まず1問目ですが、この死因究明制度が内閣府から厚生労働省に所管が移された目的は何であろうと大臣はお考えでしょうか。従来の犯罪捜査にとどまらず、先ほど私が申し上げました公衆衛生の向上という観点、特に感染症対策の充実ということも課題として認識されておると思いますが、ご答弁をお願いいたします。田村厚生労働大臣。おっしゃれます通りですね、これ令和元年に死因究明等推進基本法、これは制定をされ、公衆衛生上の向上が基本的な目的の根底にあると位置づけられているわけでありまして、厚生労働省にですね、本部を送るというのは、まさに今、委員がおっしゃられたように、亡くなられたその、元といいます原因を究明するということ自体がですね、公衆衛生上のですね、なれば向上に起因する、いろんな今言われた、コロナウイルスもそうかも分かりませんが、いろんな感染症等々の問題もあると思います、そういうものに対してのいろんな対応という部分もあるんだというふうに思います。安倍智子さん。私はちょうどこのコロナ禍にあって、厚生労働省に移管されたということは極めて重要で、意味もあると思っております。大臣、今日私の資料の1枚目を見ていただきますとですね、これは我が国における、警察が取り扱う死体の、取り扱い状況で、その後、いわゆる解剖ですね、司法解剖、あるいは調査法にのっとる解剖、そしてもう一つ、その他の解剖、行政解剖と称しております、監察医務院等の行う解剖等々が、毎年どのくらい行われているかの平成2年の集計でございます。これを見ましてもですね、実は冒険率と申しますが、お亡くなりになったご遺体の解剖というのは、平均すれば1割程度にとどまると。いうことであります、これはやはり公衆衛生上の観点からも、この冒険をしっかりと行って隠れてしまわないよう、何が起きたかが分からなくならないようということが重要と思いますが、大臣にあっては、この解剖率の低さと地域格差とも見ていただくと、多いところは東京都の警察庁、そして私どもの神奈川、あるいは大阪、兵庫、大体監察医務院という制度があるところは、行政解剖ができます率が多いので、多くなってございますが、地域格差と全体に低い解剖の率ということについてのご所見を伺います。田村厚生労働大臣。この死因究明
橋本学先生もおられますけれども、ずっと我々も以前から議論をし法律を作りというそういう流れがあるわけでありまして、そういう意味では行政解剖がですね非常に少ないではないか、今観察医、観察医解剖それから承諾解剖という意味では、言われる通り観察医制度があるところはですねそれなりに体制も整っておりますし、費用の部分でもですね、十分に手当てされるわけで、手当てという言い方がいいのか悪いのか分かりませんが、承諾となればそれなりに費用をお出しをいただかなきゃならんということでございますから、そういう違いもありますし、そもそもそういう解剖していただけるいう方々がおられるかどうかという体制、こういう問題もありますので、どうしてもこういう偏りが出てきているものを何とかしていきたいというのがそもそも橋本学先生のですね思いの中で、法律を作ろうというような、根拠になっておったというふうに私も記憶いたしております。安倍智子さん、はい、旧民主党におられた細川律夫前大臣も元大臣ですね、大変この県には熱心で、パロマのガスので亡くなっていった事件、あるいは時津風部屋ですか亡くなられたこと、当初は事故と思われたものが実は解剖等々でいろんな状況が分かってきたということで、非常に重要な公衆衛生のツールだと思っております。で、さわさりながらこの死因究明制度については、実は先ほど来内閣府から流れてきた流れの中で、この業務がどうであろうかと考えると、2019年の4月から2年後の2021年の4月本年の4月まで総務省が死因究明制度について政策評価を行っておられます。この政策評価によると、実は死因究明のために地方に協議会を作りなさいということがずっと挙げられているのですが、はてさてその協議会の設置ということもなかなかできておらないところもまだあるだけでなくて、その協議会で実はアンケートを取りますと、協議会で何を話してよいかわからないというような、協議会って例えば大学と、地方の衛生研究所、保健所、いろんな関連機関で作るんですけど、さて何を話そうというようなことがわからないという、素直な正直なお答えだと思います。それから人物金がないというのも多い要望でありますし、じゃあこれまで何かその自分たちができないことで支援を受けたことがありますかっていうと、 66.6% は何も支援はなかったと、制度はあったけれども、ずっと、ある意味で孤立無援でやってきたということでありました。大臣、先ほど申しましたように厚労省になったということはとても意味があると思いますので、この地方協議会、地域地方協議会へのサポート等々についてお考えをお伺いいたします。田村厚生労働大臣。本年3月言われるとおり、総務省行政評価局からですね、政策評価ということで、各関係省庁大臣ということでありますから、厚生労働大臣だけではないわけでありますが、国家公安委員長でありますとか、法務省、文科省、国土交通省、それぞれにですね、言われた、この地方協議会というもの、こういうものを積極的なですね、支援を行うということで、こういうような通知をいただいたわけであります。でですね、これ本年3月に取りまとまられたこれ計画、これ死亡究明等推進計画というもの、こういうものをですね取りまとめたわけでありますが、ここにおいてですね、やはりこれ協議会というものをしっかり活性化していくためにマニュアルを作るべきであるということでございまして、これ令和3年度中に策定することということをいただいておりますので、しっかりとですねこういうマニュアルを作ってですね、何をやればいいのかよくわからないだとかっていろんなご議論あります。もちろんそれだけじゃなくて、いろんな施設に対して、どういう支援していくかという問題も出てくるわけでありますけれども、しっかりとですね協議会が活性化するように我々もですねいろんなお手伝いしていかなければならないというふうに思っております。安倍智子さん、はい、ぜひよろしくお願いいたします。今私が申し上げたアンケートの結果は資料の2枚目に添付してございますので、
お目通しもいただきたいと思います。さて、この中で特にその協議会のある意味実質的な中心的な役割を担うことにもなる各地の死因究明センターというものにつきましても、なかなか現実追いついておりません。明けまして資料の4枚目になるかと思いますが、いわゆる死因究明センターが大学に置かれますが、81大学中まだ20大学しか設置をされてない。まだというよりは、大臣も先ほどおっしゃいました、ある大学では1人しかいないとか、大変格差がございまして、まあ、これ大変なことかと思いますが、でもやはり今のようにコロナの問題を見ますと、各地区地区でやはりそれぞれの姿があって、そこでしっかりと検査ができたり究明できることが大事であろうかと思います。この死因究明センターの機能の拡充強化ということにあたって、ちょっと下のこの21センターの下に予算というところの抜き書きをしてございますが、これは各大学の例えば解剖施設等々が本当に陰圧になっているかとか、換気はどうかとか、足元はどうかとか、非常に感染症の特にコロナの感染を扱う場合、エアゾル感染もあるので、ハードも大事になってまいります。でハードについて、まあ、出ているお金というのは令和1年では全国で3397万円、そうすると一つの施設か二つの施設しか、まあ、整備されないということであります。これは、まあ、厚労省の責任だけでなくて、地方も半分裏打ちいたしますので、その大変さもあろうと思いますが、今日大臣にお願いは、ぜひ各大学、厚労省、そして各地方の知事の皆さんもおられます、ぜひここを、まあ、一緒に充実させていけるように働きかけをしていただきたいが、いかがでしょう。田村厚生労働大臣。まあ、検討会においてですね、先ほど言いました推進計画、これにおいてですね、まあ、報告書を取りまとめられまして、今言われました地方公共団体、まあ、それぞれですね、死体検案でありますとか、まあ、解剖、死亡時画像診断、こういうものの、まあ、言うなれば体制整備、こういうものをですね、厚生労働省が、まあ、協力を行うというような旨がですね、盛り込まれております。まあ、そういう意味で我々といたしましてもですね、まあ、この死亡究明等推進計画の策定に向けて今検討を進めておるわけでございまして、まあ、それぞれメニューはありますけれども、予算が十分ではないということで、まあ、これもですね、いなくなっちゃいましたけども、橋本岳先生から以前から予算の確保を確保ということを言われております。我々も各省とも協力しながらですね、しっかりと対応していかなきゃならないというふうに考えております。阿部智子さん。はい、どうしても予算は生存されている方のその命を支えるためというふうにどうしても優先されがちですけれども、逆に死者から照らしてみたときのその今後の対策、大事なところも出てまいりますので、ここは長期的な視点でぜひお取り組みもいただきたいと思います。実はまあこの間、令和2年1月から令和3年4月までの1年3ヶ月コロナの発生してからですが、警察が取り扱う死体のうちの、いくつが PCR 検査を実施されているかというと、6292件、PCR 検査がなされて、そのうちコロナ陽性のご遺体が403、大体発見場所は自宅が367、外出先が36件となっております。このご自宅で亡くなられて、その後検査したらコロナが出てくるということで、これはいろんな意味でそれに関わる皆さんの感染防御、警察官もそうですし、それから解剖のスタッフもそうですし、それに注意しながらもここを検査し必要な解剖を進めということはとても重要で、今日お手元につけてあります3枚目には、東京都の監察医務院が行った、生前には診断されなかったが解剖によって
ってあるいは亡くなって後の PCR 検査によって COVID-19 だと言われた3例の冒険というのをお付けしてあります。大体まあ肺炎の所見や血栓がどこかにあるとかそういうことが死後分かって、そしてそれがコロナの病増をより確立していっているのだと思いますが、今日大臣にお願いは、こうやって例えば東京の監察医務院あるいは各地の大学が解剖して、さてそのデータをどこで管理するか、データベースというものの全国の統一したものがありません、まあ、大臣には以前に子どもの CDR チャイルドデスレビューのデータ保存をお願いして、今厚労省お取り組みでありますが、ぜひこのコロナに関してもですね、データベースを作成して、これ諸外国ではすごく熱心にやっていて、そこから新たな病像が浮かんでおりますから、日本においてもデータベース化ということを厚労省の主導でお願いしたいですが、いかがでしょう。田村厚生労働大臣。情報を共有して活用できる体制をこれ整えていくことは非常に重要だというふうに思います。先ほどから申し上げております、新規救命等の推進計画に係る報告書でありますけど、ここにおいてですね、やはりその解剖、それから死亡画像診断等々のデータ、こういうものの情報をですね、データベース化してですね、しっかりと、そういう体制を構築していくことというのは盛り込まれておりますので、計画を作る、検討しているわけでございますので、委員のご意見等々もしっかり踏まえながらですね、我々としてもこれ、検討してまいりたいというふうに思います。安倍智子さん。死因究明のためのとりわけコロナの公衆衛生的観点からの、こうしたデータベースの構築というのは極めて重要であると思いますので、よろしくお願いいたします。また先ほどお話しましたが、ハードもですね、本当に全国でいわゆる感染症にも耐えうる解剖施設って少ない、本当に少ないのです。ここの、補助もですね、ぜひ、全てはお金だと言われますが、橋本前副大臣にも頑張っていただきまして、これは大切な必要なことですので、与野党問わずぜひお願いをしたいと思います。さてこの件に関する最後の質問ですが、実は日本の法医学、病理学会から要請が3月3日厚生労働省に寄せられております。この解剖に関わる解剖医やそれをサポートする職員等々は、いわゆる最前線でコロナの感染と向き合うわけですが、ワクチン接種が進んでおりません、これ医療者と考えても良いと思いますし、なぜここが抜けてしまうのか、その生きている人を相手にしているからというようなご答弁、生きている人が先っていうお話がありましたが、そうではなくて、ここで解剖に従事していただく方をしっかりと守らないとできなくなってしまうと思います。先ほどの山野井さんのもう町長発信のやり取りのように、法改正は必要はないと思いまして、これはきちんと医療者の枠に入れていただいて、解剖に関わる皆さんにも、要するにワクチンの接種枠を早めていただく、医療者の側に寄せていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょう。田村厚生労働大臣。これなかなか難しい、私の大好きな安倍先生のお話なんですが、難しいのはですね、基本的に高齢者というのは重症化をする恐れがあるということで、優先接種なんですが、医療関係者というのはもちろん暴露する可能性、感染の機会が多いというのもあるんですが、その後ですね、そういうような患者を見なきゃいけないというのがあって、そういう方々が重症化されてしまって医療ができなくなっちゃうと、その患者を見れないっていうところがあるので、医師にしても、それから介護施設の従事者にしてもですね、対象にいたしております。で、その解剖医の場合はですね、もうご承知の通り、これその
亡くなった方の解剖されて暴露する可能性はもちろんあるわけでありますけれども、そのどなたか生きている方に対応してその後対応するということではないわけでございますので、今回のワクチンの優先接種の考え方からはどうしてもこれ外れてしまうということでございまして、これに関してはなかなか難しいので、なるべく早くそういう方々にも接種いただけるようなですね、ワクチン接種のスピードアップ、これを進めてまいりたいというふうに思っております。安倍智子さん、私は考え方の問題だからあえてこれを質問させていただきました。だってこの解剖医の皆さんがダウンしたら次の解剖はできないんです。それは医療従事者がダウンしたら次に患者さんのケアに当たれない、それで生者も死者も同じように尊厳を持って私たちはグーして守っていくっていう、解剖はやはり何が起きたか、その方の人生の何が起きたかをしっかりと把握して手向けにすることでありますので、一連の人間の尊厳と考えていただいて、ぜひこれはもう一度もちろん速やかにさっさと行けばこういうことを言ってる必要もないかもしれません。でも私はここで長年光の当たらなかった解剖というものにやはりきちんと光を当てて、その業務を評価してくださることが第一と思いますので、大臣うなずいてくださいましたのできっとよくしてくださると思ってですね、あえて問い詰めませんのでよろしくお願いします。期待しています。はい、次、地方衛生圏の活用と法的位置づけということでお願いをいたします。私が今日取り上げます問題はいずれもこれからコロナと戦っていくための骨格的な土台について申し上げたいので、地方衛生圏をどのように位置づけていくかというふうにお尋ねをします。コロナがやってきて急にこの地方衛生圏という名前がクローズアップされましたが、それまでは保健所は知ってても地方衛生圏って何なんだろうということでした。それで検査もなかなかできないし、何件やってるかも出てこないし、みんながフラストレーションのもとでしたが、それは別に地方衛生圏に責任があるわけではなくって、実は地方衛生研究所はすべての都道府県と政令市に設置され、また中核市では16箇所、全体で83箇所となってございますが、これ実は法的根拠はございません。昭和23年に厚生省の局長通知で出てまいりまして、その後は設置要項というものが昭和39年、そしてそれが51年、平成9年と改正されて機能強化は図るとされましたが、法律的にはどこにも書かれておりません。で、いろんな基本指針ですね、例えば地域保健対策を効果的に推進し、健康危機管理においても科学的技術的側面から支援する機関というふうに基本指針には書かれるんですけれども、はっきり言って法的根拠が曖昧であるってことは、まず予算付けが大変になってございます。下に大臣にも今日資料で入れてございますが、ここ5年おきくらいに数がどうなったか検査をしていて、この後にもう1回ありますが、ほぼ変わりません。変わらないどころか人が減っていって、正規職員が減っていって大変厳しくなってもいます。で、実は2009年の新型インフルエンザの直後ですね、この新型インフルの、に対しての経験から何をなすべきかということで提言というのが下に挙げられております。これは平成22年6月10日の新型インフルエンザ対策総括会議報告書より抜粋をいたしましたが、この提言を見ていただきましても、地方衛生研究所も含めた日常からのサーベイランス体制を強化すべきであるということとか、また上の方の現場からの意見というところにも法律で規定してほしいと、
知恵権というものの機能が必要であって、これをきっちりと法的位置づけ、衛生研究所の法律に存在を法律に明文化してほしいということも挙げられているところです。ここから10年以上経ちましたが、果たしてこの検査体制強化並びに法律にきちんと明記していくということはどこまで進んでおりますでしょうか。大臣にお願いします。田村厚生労働大臣。地方衛生研究所ですけれども、地域保健法に基づくですね、基本的な指針の中でですね、科学的技術的な中核機関というふうに今位置づけられておりまして、調査研究でありますとか、試験、検査、さらには公衆衛生上のですね、情報の収集解析、提供の業務を担っていただいているということで、最近はそれこそゲノム解析等々をやっていただいたりでありますとか、それから感染経路の解明にもですね、お力添えいただいております。これちょうど民主党政権の時、今委員言われましたけども、平成22年6月ですかね、報告書を取りまとめていただいた、これは新型インフルエンザの報告書でありますけど、ここで今言われた日常からのサーベイランスの体制の強化でありますとか、 PCR、 これを含めたですね、検査体制の強化等々、また法的位置づけに関しても言われるとおりですね、こういうような提言なされております。で、PCR 検査、今回コロナでですね、いろいろと日本はなぜ、こんなに少ないんだなんて話がありましたが、当初5000件ぐらいのですね、1日あたりの処理能力だったのもですね、今1万5000件まで、これを地域の中で、高めてきていただいております。非常な努力をいただきながらですね、各地域で本当に中核的な役割を今担っていただいているわけであります。で、法的位置づけという話になりますと、これ、いろんな、ご意見というか考え方がありまして、地方分権の中で、一律に法律的な位置づけをする方がいいのかどうなのかでありますとか、国と地方の役割を考えたときにどうであるのかであるとか、いろんな議論はあるんですが、これこういうことが起こりましたので、ちょっとですね、新型コロナある程度収束が見えてくればですね、これはちょっと検討をしっかりとやらせていただかなければならないなと。これ多分こういうような報告書を民主党政権の時にお作りをいただいておりますので、民主党の中にもこういうご議論があるんだと思いますが、自民党の中にもやはりいろんな意見がございますので、これコロナが一時、ある程度収束が見えてくればですね、しっかりとこういうことも含めて検討をさせていただきたいというふうに思います。安倍智子さん。もちろんお忙しくて、コロナの現場対応に追われているということは重々理解いたしますが、私はこれは早急に法定化していただきたい。そのどこの法律、例えば、地域保健法でもいいですし、感染症法でもいいですし、どのような役割を期待されてあるものなのか。で、そこに規定されますと、今は地方の一括交付金の中に入っている財源もですね、もう少し積極的に付けられますし、人材も違ってきます。大臣が今おっしゃってくださったように、これから12の自治体でいわゆる変異株のゲノムシークエンスもこの知恵圏でやるということになって、格段にその期待されるものが変わってきております。でもそれは絶対次の流行とか次の新興感染症に必要になってまいりますので、お忙しいとは思いますが、これももうぜひ走りながら同時にやっていただきたいと思います。で、もう一つそれに関係して、大臣も今ちょっとお答えいただきましたが、今は厚労省と国土交通省が協力して下水でのコロナウイルスの追跡をやっておられます。例えば感染が若い人に多い東京都では、都立高校の横の下水からコロナの検出を試みて、疫学的に流行を追うとか、非常に今までの人間だけではない、大体もう感染症って昔から水なんですね。これらも液体も何もかも。で、そこを捕まえて早期に分かる、あるいは変異株が出たかどうかも分かる重要なところであり、ここにも知恵圏は大変寄与してございます。このコロナのいわゆる下水を用いた予知等々の今後について、田村大臣のご意見を伺います。田村厚生労働大臣。
まあ、これはコロナがですね、流行を世界的に始めた頃からこの下水の話は、まあ、世界各国でですね、こういうものを一つ、まあ、調査の対象としてそのエリアでのコロナの感染状況というものを測れないかということで、まあ、進めてきておるわけでありますが、まあ、例えばオーストラリアなどの諸外国、まあ、ここでもやっぱりモニタリング等々をやって研究が行われております。で、我が国でありますけれども、まあ、今言われた通り国土交通省でありますとか、それからまあ厚生労働省、もちろんそこに、まあ、国立感染症研究所、さらには地位圏、まあ、そこに、まあ、それぞれ、まあ、参画して、要は検討会というものを作っておりまして、これ要はあまり感染が広がってないと、その沈殿物からですね、なかなかこの広がりというものがわからないわけでありまして、そういうものも含めてですね、マニュアル等々、これ検査マニュアル等々を公開をしようという、そういう動きがありますので、まあ、そういう中においてですね、これからさらに研究を進めていく必要があるというふうに思っております。これがうまくいくとですね、まあ、言うなればその個々ではなくって、そのエリア全体の感染状況が分かることによって、いろんな対策を打つということにも役立てていけるわけでございまして、しっかりとこの分野に関しても研究を進めてまいりたいというふうに思っております。阿部智子さん、はい、ありがとうございます。昨日も国土交通省にも厚労省にも担当者伺いましたが、大変熱心でよくやっていただいてます。また各自治体も、私の神奈川の横浜市なども取り組んでおりますし、これをなんとか定着をさせていただけますようお願いをいたします。さて、最後の質問になりますが、最後の資料見開きを見ていただきますと、これは実は厚生労働省の健康局健康課新型コロナウイルス対策推進本部保健班の皆さんが作ってくださった大変分かりやすい入国者に関する健康フォローアップの仕組みであります。先ほど山野井さんも取り上げておられましたが、現在日本に入国された場合、まあ、特定流行国のインドとか等々は入国後3日ないし6日まで、まあ、とどめおいて PCR 検査が2回、入国時はこれは抗原の定量検査、そしてその他はまあ抗原の定量検査だけで、その後のまあ14日間のフォローということになります。まあ、大臣、私は実は大変心配していて、この実は変異株のインドの問題は、まあ、3日あるいは6日、少なければ10日までと、これからきっと伸ばしていかれますでしょうが、大体この普通に入国された方の場合は1回目の定量検査抗原のだけで、あとずっとチェックがないわけです。で、14日間ですね、実はこれも感染拡大の原因になっているのではないか、E の 484K などはこっちのグループなんだと思うのです。それでもちろん定量検査抗原のこれが PCR よりも早く結果が出ますから、空港のスピードアップ検疫のということはありますが、どっちかしか方法がありません。14日確実に空港のすぐ近くに留める、私はまあこれがいいと前から大臣にも申し上げておりますが、もしくはこの入国時抗原検査定量検査しかやってない方にもう一回 PCR を念のためどこかでかけるか、ただもうここはずっとスマホでフォローとかいうことになって追跡ができかねているのが現状です。水際作戦の私は不備というのはもう繰り返し指摘させていただきましたが、本当にここをちゃんと締めないとこれからも大変になると思います。で、この14日間のフォローアップを平成20年の法改正で検疫法から地域保健感染症法に移して保健所の役割としたのですが、現状では保健所はできません。人でも足りない。そこで右端に書いてあるようなアプリで見るか、居場所確認のための警備員の人が
後を追うということになっておりますが、私はこれ健康確認のためなので、なんか警備員の人が見回りしてあんた連絡してないでしょみたいな対象ではないと思うんですね。でここはまあ現状人が少ないからこうなっておるということですが、大臣はやはりもう一回原点に立ち返って、14日間の滞在、これも2月の10日にお伺いしました。たくさんの人を置く場所がないって言われましたが、私はこうやって警備員に後を追ってもらうよりは、で警備員が何人追ってますかって言ってもそれは言えないと、国民は不安になります。やはりきちんと14日の、まあ、これ法律的には停留とは言えませんが、無症状感染者がいるコロナにおいては、これは検疫法を改正していただいてもとどめおいていただきたいが、いかがでしょう。田村厚生労働大臣。まあ、あの法的にどうかっていう問題もありますけれども、やはり一番大きな物理的な問題なんだと思います。仮に1日2000人入ったとしてもですね、14日間滞留されればそれの14倍になるわけでありまして、あのもうかなりの人数をですね、まあ止めおかなきゃいけない。でしかも出られた時には当然クリーニングしなきゃいけませんので、1日そこでまたロスするわけで、あのホテル確保して今やっと6400ぐらい使えるのが、まあ、そうクリーニング入れると1日5000ぐらいだと思います。ですから5000人までは累計でなんとかなるんですけれども、それ以上ということになるとなかなか難しいということで、あの特にインドに関してはもう入ってくるのを、人権の問題も本当はあるんですけども、もう人権の問題かなりもうあの制約をさせていただきながらですね、在留資格のある方でもですね、もう基本的には例外以外はもう入れないという形で今抑えていっている。であの言われる意味はもうおっしゃる通りです。まあ、14日っていうのが本当にその合理的かどうなのか、ただ何かというと、あの14日を発症するのにということであれば、その前でもですね、あの検査すれば多分ウイルス量は上がって出てきているんでありましょうから、あの14日丸々ってことの必要はないのかも分かりませんが、そこもあの専門家の方々からもいろんなご意見いただきながら、まあ、どれぐらいならば今物理的にこれから止めおけれるのか、それで、まあ、ウイルスと発症、まあ、感染ですね、感染のリスクから、リスクというか感染者が国内に流入するのを防げるのかというようなことをですね、専門家の方々にもいろいろと分析いただきながらね、あのさらなる強化、これは我々も強化していかなきゃならないと思っておりますので、しっかりと対応してまいりたいというふうに思っております。安倍智子さん。あの大臣もご存知と思いますが、この水際作戦の優等生だった台湾でですね、国際線のパイロットをそれだけ例外にしたために拡大をいたしました。本当にちょっとした隙にコロナはやってくると。で最後につけさせていただいたこの資料のうちでですね、スマホで健康状態確認がされない人が、まあ、5050人、それから居場所登録確認されない人が6644人、これは母数は22589のうち、すなわち今のシステムでは半分くらいが漏れちゃうという不安を抱かざる得ません。あの今日時間がないのでこれ以上言えませんが、ぜひよろしくご検討ください。ありがとうございます。次に。